ジョアン・ガンペール杯は毎年8月にスペインで開催されるサッカーの親善試合である。FC バルセロナが主催し、本拠地、カンプノーにスペイン国内外からクラブを招いて行われる。大会名は FC バルセロナの設立者であり、選手であり、会長であったジョアン・ガンペールに由来しており、エンリク・リャウデット会長時代の1966年に始められた。 1966年の第一回大会には、ベルギーの RSC アンデルレヒト、フランスの FC なんと、ドイツの1、FC ケルンが招かれ、FC バルセロナが決勝で1、FC ケルンを3から1で破って優勝した。1、FC ケルンは1978年大会と1981年大会で優勝しており、主催する FC バルセロナ以外で複数回優勝している。 唯一のクラブである。1967年の第2回大会には、スペインのアトレティコマドリード、ドイツのバイエルン・ミュンヘン、アルゼンチンのボカ・ジュニアーズが招かれ、バイエルンとボカはその後もたびたび出場している。バイエルンは1984年大会と1987年大会と2006年大会で、 準優勝しており、南米のクラブとして初出場したボカは1977年大会と1984年大会と2003年大会と2008年大会にも出場している。その後の大会では、イタリアやドイツのクラブが多く招待されている。アトレティコ・マドリード以外のスペインのクラブでは、アスレティック・ビルバオと CD ・テネリフェとバレンシア・ CF が招待されたことがあり、 CD テニリフェは1993年大会で、バレンシア CF は1994年大会で優勝している。1996年大会までは4クラブが出場し、準決勝2試合と3位決定戦1試合と優勝決定戦1試合の計4試合が行われた。公式戦の試合数が増加し、それに伴って、 プレシーズンが短縮されたために、1997年からは、招待クラブが1クラブとなり、1試合でトロフィーの行方が決するようになった。90分で決着がつかない場合は、延長戦は行わず、PK 戦で勝敗が決定される。優勝トロフィーは、金色仕上げが施された銀製の酒であり、大理石の台座の上に乗っている。大会が行われる、カンプノー。 ありがとうございます。